戸部町が主催する愛媛 FC サッカー教室が3月25日戸部小学校で行われました。ニンジニアスタジアムのお膝元という園で戸部町の子どもたち限定で行われたこの日のサッカー教室には、幼稚園年長児から小学3年生までおよそ40人が参加しました。愛媛 FC からは今年チームに加入したフォワードの丹羽詩音選手とゴールキーパーの馬渡弘樹選手ら6人が指導に当たりました。サッカーの初心者にも楽しく体験してもらおうと、リズム感や反射神経を養うボールを使った運動やドリブル、シュートの練習、ミニゲームなどが用意され、家族が見守る中、子どもたちはプロサッカー選手との触れ合いを楽しみながら一生懸命ボールを追いかけていました。サッカーは何回もやったことあったけど、いろんなことが知れました。選手と触れ合えてよかったです。ミニゲームで点を決めれたことが嬉しかったし楽しかったです。愛媛 FC のサッカー選手はどう？かっこよかった？上手だった。かっこよかった。プロになってプロの立場としてサッカー教室に参加したのは初めてでした。サッカーが好きな子どもたちが多くいたのが嬉しくて、でその中でもこう愛媛 FC を応援してくれている子どもたちもたくさんいたので、そういう子たちのためにも頑張ろうという気持ちになれたのは良かったです。子どもたち、小さい子どもたちばっかだったので、とても元気な子が多くて、とても自分にも刺激的でした。この子どもたちの元気をもらって、その自分のプレーにつなげていきたいと思います。今回のような体験をきっかけにして、地元のプロスポーツへの関心がさらに高くなり、ファンの裾野が広がっていくことが期待されます。